こんにちは、コアラ先生です。今回は2024年4月から子どもにも使用できるようになった15価肺炎球菌結合型ワクチンに関して解説しようと思います。この動画を見ると今回使用できるようになったワクチンが従来のものとどう違うか、そして肺炎球菌感染症がどういう病気か短時間で理解ができます。このチャンネルは子どもの病気などについて小児科医が解説しています。よろしければチャンネル登録お願いします。それでは本編スタート。コアラ小児科チャンネル。15価肺炎球菌ワクチンについて2つに分けて解説します。1、肺炎球菌感染症について。2、15価肺炎球菌ワクチン。まず肺炎球菌感染症とはについてお話します。肺炎球菌はもちろん肺炎の原因になりますが、普段から赤ちゃんの鼻や喉にいることもある常在菌でもあります。つまり菌がいても必ずしも発症するわけではなく、免疫力や抵抗力の低下、粘膜のバリア損傷で症状が出現します。特に2歳未満の子どもではリスクが高く、髄膜炎や敗血症になると最悪命を落としてしまうことや後遺症を残すこともある怖い病気です。そのため生後2ヶ月から予防接種を接種することは本当に大切です。肺炎球菌感染症については以前も取り上げております。概要欄にリンクを貼っておきますので、よければご覧ください。次に15価肺炎球菌ワクチンについてお話をします。肺炎球菌には97種類の血清型があります。従来は小児では13価のワクチン、つまりプレベナーというものが使用されていました。具体的には血清型 1、3、4、5、6A、6B、7F、9V、14、18C、19A、19F、23F の13の方に対して使用できる予防接種でした。今回4月から使用できるようになったワクチンは15価のバクニュバンスという予防接種です。これは従来の13型に加えて 22F、33F という2つの型に対しての予防接種も追加されたものです。実はこのワクチン自体は2022年から高齢者などにすでに使用されていた予防接種です。そのように聞くと少し安心しますよね。今回2024年4月から小児にも使用できるようになりました。現状では副反応に関しても従来型のプレベナーと同等と言われていますので、新型の15価を使用することがおすすめと言えます。この理由から当院でも4月以降全ての肺炎球菌ワクチンをバクニュバンスに切り替えて対応する予定です。13価から15価への肺炎球菌ワクチンの切り替えは問題なく、しっかり抗体がついたというデータがありますので、もし今までプレベナ13価の肺炎球菌ワクチンを接種されていた方も15価の肺炎球菌ワクチン、つまりバクニバンスに切り替えていただいて問題ありません。さてよくある質問として、23価肺炎球菌ワクチン商品名ニューモバックスという予防接種があります。こちらを接種した方が23価もカバーできるので良いのではないでしょうかという質問があります。実はこのワクチンは免疫の T 細胞を活性化させる力が弱いので、乳児に接種しても無効であることが分かっています。その兼ね合いから高齢者においても5年ごとに接種が必要です。ですから現状では15価の肺炎球菌ワクチンバクニバンスを選択することがおすすめと言えそうです。さて今回は4月から使用できるようになった15価肺炎球菌ワクチンについてお話をしました。今回のまとめです。ドン。ちなみにこういう話をすると業者と癒着しているのではないかなど言われることがありますが、この内容に関しては利益相反なく PR でもなく、自分の意思でこのような情報を発信しています。また今後最新の情報があれば随時お伝えしていきたいと思います。よろしければ高評価ボタン、チャンネル登録、リクエスト、コメントお願いします。バイバイ。